ドクター・ドゥーン、なんだっけ、シーペイみたいフォーク。どうもこんにちは、クーチャンネルのクッと申します。チャプター5シーズン4が来たということで、新武器とかいろいろね見ていきたいと思います。 QUU ゲームズの方でも動画が上がりますので、そちらもぜひ見ていってください。それでは早速行ってみましょう。レッツチャプター5シーズン4。うわー来たー、チャプター5シーズン4が来たということで、早速やっていきたいと思います。それではバトルパスを購入、購入を買って、アンロックおお、グエンプールクールで活かしてます。はい、そしてバトルスターがもらいました。とイエイじゃあちょっとグエンプール今回はね、じゃあ使っていきたいと思います。まあスキンを軽く見ていくみたいな感じですね。はい、さっきもらったグエンプール、そしてグエンプールの中の人ですね。グエンドリンプール、そしてウォーマシーンで、ウォーマシーンのアイアンパトリオと、なんかフォートナイトっぽいよね。そしてテールバリン。カワチ、あ、待って。これ。うわぁ、ちょっと待って。これは興奮する。待って、これはやばい。これは、え、しかもこのエモートやばくない？ケ、エクスパンピリー。で、これが、なんだっけな。なんか、あれなんでしょう、なんて言うんだっけ、エマフロスト、え、なんかさあ、まあ、わかんない来ちゃってー、キャプテンジョーンズ、え、ジョーンズ最近多くない？なんかで、ステルスキャプテンジョーンズ、そしてミステリオン、あ、こいつの名前そうだったんだ。っていうか今思ったけど、つるはしかっこよ、こういうつるはしいいよね、俺好き。シュリ、あ、あのブラックパンサーの中の人ってことね。うわ、エモートあんのかっけー。はい、というわけでね、今回のバトルパスはそんな感じです。それでは早速ね、やっていきましょう。いやー、久しぶりだねー。まあこれからもね、いっぱいアップデートで多分新要素が来ると思うんだけど、まあ今のところ着てる武器をちょっと紹介していきたいと思います。はい、いろんなね要素とか、多分ね、まあ、新エリアができてるんですよね。見てください、見てください、下側に。何やる、何やる。あれ、あれだよね。なんだっけ、名前。あ、待って、懐かしのあれが。ちょっと、行くか、行くか。いや、でも人いるな、あれ。なんとね、今回列車が復活したということでね、ドゥームシタッド、人を、ドクタードゥームおるんか、ミステリオを倒す、やばくない？人ねえ、マジでやばい、怖すぎ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 、
怖すぎ。これやばい。これ絶対人いるよね。ね。人いることは、何これ、瞬撃？使いにくそうだけど。これも瞬撃かな。これあんまり、おう。とりあえずゲーパーあれば、ショットガンがあればね、まあ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 、まあ、って感じ。いやー、普通に、あ、ハンマー。いや、でもどっちみち、いいんですにゃん。とりあえず一旦シールド飲むか。本当に久しぶりにやるからめっちゃ怖いんだけど、実質これっていうか本当に激戦区じゃん。これは前まで ありましたよね。あったね。いや、あったのかわかんないけど、めっちゃ戦ってる。あ、これもしかして瞬撃じゃない？これ何？なんかかっこいい。新武器、ゴブリンショットガン。やばい、なんかこの武器を試す。なんかいいよ。いるね。何これ、強くね？え、強っ。あと、これハイパーサム、もうかみ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 、もうね、ハイパーサムマシンガンと今回帰ってきた武器がこちらでございますね。そしてストライカーアサルトライフルが帰ってきたということで、いや、ストライカー普通に、まあ前もね、あったはあったんだけど、え、待って。これは、あ、結構強い気がするね。うん、結構強いんじゃないかなって感じはする。当てれました。楽しみは取っておくべきじゃんよ。とか言って。敵さっきここら辺いたい。落とすね。はい、というわけでね、フォートナイトチャプター5シーズン4やっていったわけなんですけど、すごい楽しかった。いやー、これは流行りますね。というわけでね、今回の動画は以上です。今回の動画が面白いって思ってくれた人はチャンネル登録、グッドボタン、 SNS のフォローもぜひお願いします。それではまた会いましょう。バイバイ。